見極める。殺意の波動の先にある答えを。全てを滅せ。命を喰らう破滅の力。そうそう、全て剣の行き着く先。違う、答えはそれだけではないはずだ。目覚めたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は逆巻く風のラシード。世界を旅する風のヒーローさ。若、ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。若あれネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えはある。忘れたのか？お前の口癖じゃろう。ですが、このままではいずれ。戦いとは戦う相手を知り、己を知ること。一人で迷っていても何も知ることはできぬ。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら。分かった、戦おう。そう来なくちゃ。波動拳、セア、昇竜拳、キャリア、昇竜拳、真空波動拳、波動拳、しまった、昇竜拳、東欧波動拳、負けた負けた。バカ。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣、そうではない答えを俺が見つけるためには。いいぜ、付き合ってやるよ。来いよ竜。ああ、行くぞ。おや、波動拳、波動拳、
やるじゃねえか。だが心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず戦ってこい。ああ。シャドウか。お前を探していた。殺意の波動が人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということか。私と戦え。私は知らなければならない、この力の扱い方。俺も見極めたい、この先を。殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。あいつが進み続けるなら。メルはまだ寝てるのか。ぐっすり。でもよかったの？せっかくのお休みなのにパーティーなんて。普通なら断るところだが、神月のお嬢さんからのお招きだしな。それにあの家にはいつも強い奴らの情報が集まってる。また誰かと戦うってこと？もちろん。今年こそはあいつに勝ち越さなきゃいけないからな。あなたたちってそればっかりね。え？最初からそうだったじゃない。あなた強いのね。何のために戦ってるの？お金？それともスターになるため？俺には倒さなくちゃならない男がいるんだ。そいつともう一度戦うためさ。あれから何度あなたたちが戦っているのを見たかしら。まさかここで始めるつもり？見てろよイライザ。波動拳、昇竜拳、やるな。波動拳、これで勝ち越したな。次は俺が取るぞ。あれ、こっちだと思ったけどな。もうだからさっきの執事さんに案内してもらえばよかったのに。抜いてみる。さては不法侵入ってやつだな。え？違う違う、俺たちは今晩のパーティーの客で。これも仕事だ。黙って潰されてる。
しょうがねえな。どこかで会ったことあるか。知らねえよ。そら、それにしてもどこかで見た顔だな。いや、体型は違ってたか。不法侵入者のくせに。客なのは嘘じゃないって。ほら、本当だ。ようこそミスターマスターズ。イライザさん、メル君もお待ちしておりましたわ。お招きありがとう、カリンさん。あら、何か失礼があったようですわね。お詫び代わりに食前の運動はいかが。へへ、嬉しいね。本当にも。お手並み拝見といくか。全米格闘を楽しませていただきますわよ。来たか、メル。ではまずはお部屋へご案内させますわ。リュウさんは来ないの。今あいつは戦ってるんだ、殺意の波動と。殺意の波動。あいつがどんな答えを見つけるのかはわからない。そもそも答えがあるのかも。剣。でもな、どんなに辛くてもあいつは進み続ける。それだけは確かだ。なら俺もそうするだけさ。いつも通りね。この子のために。この子と暮らし始めて1週間。ここでの生活には慣れてきたみたいだけど、時々見せる表情が気になる。何か力になれたらいいんだけど。これ私が新米だった時に使ってたものよ。つけてみる。あ、ほら、こうやって結ぶのよ。毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの。強くならなきゃって。小さい時から強かったんじゃないの。いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり。一人で何とかしようっていつも焦ってた。はっ。その蹴り技、なんと。男、まさか、どうぞ。君は何も知らないのだな。答える気はないってことね。それなら、はい、やっ。
君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかしつぼみが開く時を待つのもまた一興か。ふっ、父さん。ICPO のチュンリーだったな。ここで何を？シャドルの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。まさか一人でか？許可が降りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと、市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ。気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそクンフーを積んできたの。チュンリー、一人でも戦えるように。わかった。そこまで言うのなら、君の実力見せてもらおうか。力のないものを戦場には出せない、当然のルール。ええ、分かっているつもりよ。これでも決められないなんて。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ。なし。でも疑っているのか。シャドルの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ふん、雑魚どもの慣れ合いか。私が手を下すまでもない。バルログ、行け。貴様らに似合いの相手だ。て、幹部だからって挑戦のりだって。ナイスメラ、ギッチギチしてやるぜ。帰っこしね。行け。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが君一人で何ができる。私は一人じゃない。今度こそ負けるわけにはいかない。青い、つぼみのままで血を定めとは。やっちゃっ、影を追い求めるその目、
その姿、美しい。そうだ、私は君の父を知っている。そしてその末路も。また会おう、君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの、ずっと。二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。奴らは手強いぞ。分かっているわ。でも諦めない、これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰にも頼れないと思ってた。リーフェン、私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいに。なれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。やめろ、ディカープリ。お前なんか嫌い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 。多くの人を傷つけてきた。そんな私に誰かを守る資格はないのかもしれない。だが、はい。シャドルに動きが。はい、すぐに向かいます。それでも私は。てく、なんで俺様がこんな雑用を。しゃっ、なんかてめえどっかで。まあ邪魔するってんなら吹っ飛ばせ。仮面の。あれ、でも今再調整中じゃ。再調整だと。で、もう来やがったか。おい、待て。ここで何しているですか。あなたは、ベガ様に歯向かったやつに生きる価値なしです。このファン様が直々に殺してやるです。お前がシャドルーの新たな幹部か。です。答えろ。
ディカプリオか、いや、ドールズはどこだ。にゃーしゃ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 、これは傑作です。助けるつもりですか、あの人形ども。助けたところで、あの人形どもは犯した罪に苛まれ続けるです。あなたもそうでしょ。私は時間切れです。人形どもは我がチェーンズ計画の一部です。邪魔をするなら容赦はしないですよ。キャミー、ユーに外出の許可が出たのか。監視付きだけど、買い物の必要があったから調べたんだけど、個体ごとに好む飲み水の温度が異なるみたい。あと年齢と体重から与える食事量も調整しなきゃいけないんだって。ああ、猫のことか。知識が増えるって楽しいよね。世界が広がっていくみたいで。キャミ、大丈夫？もしかして何かあった？ユーニ、お前は今幸せか？え？シャドル、どうしてここに？私が。キャミ！もうお前を、お前たちを戦わせはしない。私が守るんだ。君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何？いずれ知る時が来る。怪我は？大丈夫だ。よかった。本当にシャドルが動き出しているの？シェインズ計画と言っていた。こいつらもその一部なんだろう。またお前に危険が及ぶかもしれない。安全な場所で待っていてくれ。でもシャドルの計画は私が阻止する。そしてみんなを助け出す。今度こそ必ず。みんな本当は助けなんか望んでないのかもしれない。でも向き合うって決めたんだ、昔の自分と。だから私は、私、今が幸せかどうかまだ決められない。だけどキャミーといっぱい話したり笑ったりする時間はすごく好き。一人で思い詰めないで。あなたに助けられて本当に良かったって思ってるから。ユーニ、ありがとう。それはこっちのセリフ。帰ってきてね。約束する。なんか面白くなりそうじゃん。